の愛知です。ルービックキューブシリーズ第2弾行ってみようと思います。で、前回、配信した時は一面ちょっとですかね、行けるようになったんですよ。で、今日撮影がもうあれから3週間ぐらい経っちゃったんですけど、大体10日ぐらいで6面揃えるようになりました。その時一回撮影したんですよ。で、後で編集しようと思ってたら、手元が全く映ってないっていう、もう YouTuber にあるまじき行為だったんですね。で、まあ撮り直そうと思って今日撮っております。で、最終目標1分以内っていうのをね、なんかノリで掲げたんですけど、すげえ厳しいですよって言われまくったんです。まあ一応そこは目指そうと思うんですけど、ひとまず、今回は動画で3分以内できたらいいなと思って、今までの最高記録まだ2分40秒なんですけど、しかも1回しか出てないんですけどね。まあやってみようと思いますんで、よかったらちょっとお付き合いください。はい、じゃあ手元の画面に変えました。じゃあちょっとね、バラバラにしながらですけど、まさにちょっと息子にバラバラに一応してもらったんですが、これさ、バラバラって難しいんですよね。何気に偏るっていう。じゃあ今回は、3分以内かな。ちょっと目指して頑張りますので、まあね、ストップウォッチ出てると思うんですけど、じゃあそれ見ながらぜひね、応援してください。じゃあ行きましょう。よーい、スタート。よし。どこから行く？ちょっと、こう、なかなかさ、やっぱいつもやってる色でやった方がやりやすいっていうのをちょっとあって、ちょっと赤で行きますね。これさ、いやーこれ見せたな、こっちの方が。今回ちょっと最後に出せたら出そうと思うんですけど、あの息子もね、今1面と1列まではできるようになって、すんごいハマってるんですよね、息子。多分そのうち今子供の方がこういうのはさ、こう習得するのが早いと思ってるので、多分ね、そのうち抜かれるんですよ。あれ待って、間違った。やべ。はい、これで1面ですね。で、からの、あ、ラッキー引けてね、ラッキー引けてないよ。あ、しゃあない。この前、ごめん、この前、あの、この動画アップしてるときに、ちょっとアップしてるかわかんないんですけど、あの、はじめ社長さんとコラボさせてもらって、はじめさん家に、ルービックキューブがあって、で、ちょっと、あ、できるんすよとか言ってやろうと思ったら、喋りながらね、こうやってたらね、結局最後まで揃わないっていう。それがね、すっごいこう悔やんでて、自分の中で。そうなんですよね、揃えて帰りたかった。はじめさんにね、すげえって言わせたかったんですけど、なんかちょっと緊張してダメだったね。これ本番に弱いんですよね、そういうのがね。手元映ってっかな。大丈夫か。もうちょっと2列目だ。よいしょ。なんか5秒したね。ちょっとね、息子が、本当に息子今すごいこれ頑張ってるからやってて、ちょっとね、あの、ちゃんとした商品じゃないからキーキー言い始めました。あれかな、オイルがなくなってるっていうか、良くないのかな。よいしょ。で、こっからの時間かんで俺ね。どこだ、こうか。行ってないか。あ、違う、ちょっとずれたんだ。ずれてんな。おい、ずれてるぞ、おい。マジか、マジなのか。やべ、もう2分半だし。マジか。ちょっと。あー、やべえ。やべえよ。隊長。慌てな、配置。慌てな、落ち着け。やべえ、3分なっちゃうから。終わった。ダメ。今ダメ。あー、3分0秒46。揃いました、一応。ちょっと明るいかもしんないけど、こんな人汚いね。ちょっと待って。あー、惜しかったなー。こう、まあね、しょうがないね。押すのもそこまでだと思って。まあ、こんな感じです。はい、3分でしたね。で、一応、まあ今、空いた時間にちょこちょこやってはいるんですけど、まあ他の方のね、また、まだ見てないんですよ。お一方の、と、揃え方しかまだ覚えてないので、ちょっとこっから頑張って、
縮められたらなと。あと、まあ、この息子のね、息子は多分ね、本当、まあ、時間かかると思うんですよ。まだ4歳なんで、4歳なんですけど、やっぱ興味を持ったことって強いじゃないですか。で、本当には興味を持って楽しんでやってるから、まあ、そのうち多分6面いけるんじゃないかなと思うので、ね、その辺もなんか、どうあれするかわかんないけど。また次回ね、いつか撮りますんで、その時はぜひよろしくお願いします。くっそーではね、今回もね、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。それじゃあ、またね、バイバイ。よーい、スタート。うん、頑張れ。赤揃えてんだよね。うん。早い。時間。早い。さすが。